い、どうもこんにちは。プルートネットワークのプルート向井です。さて今回はですね、皆様に唐突な質問なんですが、マクドナルドはお好きでしょうか。はい、さて今回はですね、サムネイルにも書いてあった通りですね、30日間マクドナルドを食べ続けた男にフォーカスを当てた作品を皆様にご紹介したいと思います。はい、そちらの作品はスーパーサイズミー。はい、今回はですね、最初に本作の紹介、そして2つ目が30日間マクドナルドを食べ続けた男の末、そして、3つ目がこの作品の感想をですね、皆様にご紹介したいなと思います。はい、ではですね、早速スーパーサイズミー皆様にご紹介したいと思います。どうぞ。はい、ということでですね、スーパーサイズミーということで皆様にこちらの作品ご紹介したいと思います。こちらの作品はですね、2004年に公開されたドキュメンタリー映画でございます。はい、本作はですね、ドキュメンタリー作品ということで、笑いを作りに行く30日間食べ続けてんだぜっていう作品ではなく、30日間マクドナルドを食べ続けたら体にどんだけ悪いのかっていうのをですね、こう訴えかける作品になっております。まあよく言われますよね、小さい頃とかお母さんとかですね、こうマクドナルドバカ食べちゃダメよみたいな感じで言われるじゃないですか。アメリカでもそうなんですよ。まあ皆様ご存知かもしれませんが、日本よりアメリカの方が肥満大国なんですよ。まああれですよね、小さい頃よく食べましたよね、本当に。ハッピーセットですよ。ハッピーセットのおもちゃが欲しいからマクドナルドにお母さん連れてってよ、お母さん連れてってよっていうのをよくやりましたよね。そういう思い出もあるじゃないですか。なんですがね、こちらの作品を見ていると、ああそれはマクドナルドの戦略だったのかって思い知らされますよ。この作品の中でですね、食品関係の評論家みたいなのが出てくるんですけど、その小さい頃にマクドナルドを食べるっていう、こう刷り込みがあるらしいんですよね、海外っていうのは。海外では今は放送されてるか分かんないんですけど、アニメでもですね、このマクドナルドのドナルドのアニメがあったりとかするわけなんですよ。あとはですね、皆様ご存知かもしれませんが、日本のマクドナルド、よく皆様遊びませんでしたか？滑り台とかあったり、あとなんかこうプラスチックの玉のボールがあって、そこなんかボールのプールみたいなのあったじゃないですか。そういうのがですね、実はマクドナルドの刷り込みらしいんですよ。なので、この頃に食べたのがやっぱりこうすると愛用しても、大人でもこう引き続き、大人でもこう続けるじゃないですか。まあそういうマックの刷り込みがある、そういう危険性を訴える作品になっておりますよ。はい、ではですね、今回メインになります30日間マクドナルドを食べ続けた男は果たして30日間後どうなったのかというのを皆様にご紹介したいと思います。はい、ではこちらの男性のスペックを紹介していきたいと思います。名前の方はですね、モーガン・スパーロックという監督さんが、出演していて、自分でも監督を務めているこちらのスーパーサイズミーという作品になっております。はい、そしてこのスーパーサイズミーという作品ですね、ルールがございます。はい、ルールを皆様にご紹介したいと思います。まずですね、その1、スーパーと聞かれたらスーパーを購入しなければならない。これですね、日本ではあんまり親しみのない、ワードかもしれないんですが、海外の方ではですね、とても有名なワードで、まあこの文字通りですね、めちゃんこ大きいんです、ポテトとかコーラとかが。はい、この作品で言ってるのは S サイズ、海外ではこう200キロカロリーらしいんですよ、200キロカロリー。そしてこのスーパーサイズになると600キロカロリー、はい、3倍でございます。はい、このスーパーサイズというものを頼まなきゃいけないというのがですね、その1になります。でその2はですね、水も含めて食事はマクドナルド、もうマクドナルドの食事しかしちゃダメ。そして3つ目はですね、全メニューを絶対に一度は食べなきゃいけない。そして1日3食朝昼晩食べなきゃいけないよっていうことです。まあですね、こちらが、こちらのスーパーサイズミーのルールになっております。このルールを使っ
で、モーガン・スパーロックがどうなったかっていう話になっておりますよね。はい、こちらのモーガン・スパーロックはですね、その実験に前に自分で体の診察を受けております。そちらの時にはですね、まあ当時33歳 で体重は84キロ、体脂肪は 11% という形になっております。そしてこのですね、監督さんなんですけど、普段はですね、彼女がいるんですけど、彼女がですね、食事関係の仕事についていて、ほぼ食事はですねベジタリアンみたいな生活をしているんですよ。まず5日目です。5日目はですね 88.5キロ。増えすぎだろ、増えすぎだろっていうことで。そして次ですね、9日目入ります。9日目はですね92キロになります。やばくないですか。マックを朝昼晩食べて9日目になると92キロ、84キロあった体重が92キロになっちゃうんですよ。やばくないですか。そして、日にちの方が飛びまして16日になります。はい、この16日目になるとだんだん体に変化が出てきます。はい、こちらがですね、まあ皆様そうかもしれませんが、すぐバテる、そして糖分とカフェインで疲れやすくてすぐ眠る。はい、そしてですね、まああれですよ、インタビューなんで彼女にですね、最近どうですかって監督はみたいな話をするんですけど、そうするとその彼女さんはやっぱりこう体が心配だと。そして皆様、男性の皆様、これですよ、立ちが悪くなる。まああれですよね、立ちが悪くなるんですよ。何の立ちが悪くなるか言いませんけど、立ちが悪くなるんですよ。でもう彼女は不満なんですよ。まあなんか最近なんか物足りないわーみたいな感じになってるんですよ。まあこれですね、18日目に入ります。はい、18日目、18日目になってくるとですね、頭痛を伴ってくるんですよ。そして体重の方がですね 91.6キロ に下がっちゃうんですよ。これですね、まあ医師から言うと筋肉量が落ちて脂肪が増えちゃったんで、筋肉量の方が、量の方は重さの方は重いので体重が少なくなっちゃったと。筋肉量が減っちゃって少なくなっちゃった、これは悪いぞと、これは悪いぞって言ってもマックを食べ続けてるんですよ、監督は。そしてですね、なんと監督はマック中毒にかかります。マック中毒にかかります。このマック中毒とは何ぞやというのはですね、マックを食べないとテンションが上がらねえ。マックを食べるとハイになる。まあこれはですね、この作品に出てくるお医者さんがいるんですけど、お医者さんもですね、これはヘロインと同じ症状だ、そしてアルコール中毒と同じ症状だって言ってるんですよ。そんぐらい皆さん、マックっていうものは危ない食品なんですよ、本当に。まあそしてですね、医師はこのようなことを言います。肝臓が炎症している、そして体脂肪も増量していると。まあこの時点18日目ですよ、あと12日あるわけですよ。まあそしてですね、21日目になります。はい、こっからですね、どんどん監督顔色が悪くなってきます。そしてですね、医師からは痛風の予備軍だと言われるようになります。そしてですね、挙句の余題出ちゃった。そして挙句の果てに医師みんなから、お前はあともうちょっとで死ぬぞって言われるようになります。もうですね、ここぐらいになるともう監督もやけくそなんですよ、本当に。親とかに電話して、俺もしかしたら死ぬかもしれないみたいな、肝臓が悪いんだみたいな話をお母さんに電話するんですよ。そしたら、あなた何やってるの、もうやめなさいよみたいな。でももし肝臓が悪くなったら私の肝臓を半分あげるからみたいな、おまーんみたいな感じのことを言ってるんですよ。もうやめちまえと。やめちまえと思うんですけどね。まあこれは映画ですから、あ、もう監督もですね、力を入れてるわけですよ。そして監督の方はですね、検証の方を続けて、25日26日経ち、そして30日目が経って実験の方を終了したということなんですが、はい、体重の方がですね、発表しましょう。95.3キロ、はい、95.3キロになりました。なのでまあ大体11キロ増えてますね、1ヶ月で11キロ増えてます。はい、そしてこの監督、1ヶ月間朝昼晩でこう実験を行ったわけなんですが、心不全、心臓病、
危険性が2倍になっております。そして肝臓の方もぶっ壊れ寸前だということです。そしてこれがですね面白いんですよ。30日間朝昼晩食べたわけじゃないですか。こちらはですね、一般的にファーストフードを食べる人の約8年分を1ヶ月間で食べたということになってるわけですなってるみたいですいいですよね、こういう企画たまんねえっすよねそしてですね、こちらの監督は自分の体を、犠牲にしながら、スーパーサイズミーという作品を作ってですね、こちらのスーパーサイズミーという作品、劇場公開された後、まあいろんな問題が出たんでしょうね。マクドナルドからですね、こちらの先ほど言っていたスーパーサイズというサイズがなくなりました。多分この本当に映画がきっかけでスーパーサイズがなくなったんだと思います。そしてこの監督はですね、彼女の解毒食で肝機能が8週間で回復したと。そして体を戻すのに約1年かかったというのがですね、こちらのスーパーサイズミーという作品になっております。はい、ということでですね、本作の感想になるんですが、このスーパーサイズミーっていう作品はですね、その興味本位で見て勉強になる作品ですよ。本当に全然興味本位で見てください。面白い作品です。でそっから、あ、アメリカってこういう感じなんだな、日本もなんかちゃんとしなきゃいけないよな、あとはですね、この日本の給食のこのありがたさっていうものを感じる作品になっておりますね。はい、はい、ということでですね、話はすげえ長くなっちゃって、本当はもうちょっとこうキュッとまとめたかったんですけど、はい、ということでですね、話は長くなってしまいましたが、以上プルート向井でございました。もしよろしければですね、チャンネル登録、高評価などなど、あとはですね、下のコメント欄にコメントください。皆さんはマックの何が好きですかこの話の後でマック食える気になるかって話ですけど、僕はですね、テリヤキバーガーが好きですあとビッグマックとかですかね。まあやっぱりビッグマック王道ですよ、本当に。まあ話をもう長くなりました、皆様のゲーム映画ライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。